こんにちは。ジャーマンアイリスヘメロカリス通信販売花坂 G ネットです。今日は2020年5月8日です。はい。今、午後6時になろうとしていますが、ちょっと遅れましたが、夕方の高崎ジャーマンアイリス園の古い畑からお送りします。はい。こちら、先日から咲き出したレベルですね。かなり大きな花を咲かせています。はい。こちらもそうですね。はい。綺麗な感じに咲いています。こちら、上弁がフリルがあって、縁が淡い黄色が入っていますね。で、花弁の方も淡い紫で、綺麗な感じです。ヒゲはオレンジです。はい。ようやく咲き出してくれましたが、こちらの方でうまく咲かなかったものがありますね。こんな形です。はい。二つだけ花びらがある程度出ていて、あとは未成熟な感じですね。こんな咲き方をする場合もあります。こちらはファンファロンですね。先日咲き出したファンファロンですが、先ほど新しい畑の方でベンガルタイガーが咲きましたが、似たような配色ですね。この茶色の部分がベンガルタイガーの場合は縞になっていて、こちらはそれほど縞になっていない感じですね。でも配色はほぼ同じような、上が明るい黄色ですね。はい。先日、これはスーナーセレナーデではないかと、スーナーセレナーデですね。正式名称。と言っていたのは、やはりスーナーセレナーデでしたね。その隣でちょっと黄色い花を咲かせようとしていますが、こちらはカナリアイエローの古い品種だと思いますね。はい。先ほど、新しい畑の方でも咲いていた、あの鮮やかな、西日を浴びながら鮮やかなカナリアイエローの花ですね。こちら古い品種になります。はい、こちらの畑、このヤブガラシが伸びてきました。これが、どんどん、はい、ちょっと先日草刈りをしたので、少し綺麗になりました。はい、こちらは未生の品種のところですね。K の61ですね。はい。上、薄オレンジ。下、赤紫ですね。こちら、花はちょっと小さめです。はい、K の65ですね。下が紫が、ちょっと面積が多いという感じで。はい。こちら、花の脈がよく見えますね。こちらもそうですが、あ、ちょうど夕方なので、色はわかりやすいかもしれません。明るくはないですが、はい、こちらの矢車草ですね。こちらの矢車草は、花をちょっとこう見ると、形がいいのですが、結構草がいっぱいになって、花はそんなに面積はありませんね。こちらの方が、生やしてしまうと、かなり、種が飛んで、いっぱい出てきますので、ちょっと、花一つを見るにはいいですけども、なかなかよくありません。はい、これ未生の品種で薄水色ですね。フリルがついています。ヒゲは白、黄色ですね。はい、こちらも咲き出しました。はい、先日から咲いている K の62ですね。紫に白、クリカートです。はい、新たな花が咲きました。はい。こちらの方で先日咲いた黄色と似たような感じでしょうか。はい。花弁の中央が白ですね。綺麗な感じです。はい、こちら K62 ですね。はい、こんな感じで、ヤグルマ草以外の雑草を草刈り機のナイロンの紐で飛ばしました。こちら、
リンゴの取り残しですかね。はい。リンゴかゲイパロス、パラソルかどちらかですね。取り残しです。咲きました。こんな感じですね。単純に白と紫で綺麗な感じです。ゲイパラソルですかね、こちらは。こちらヘメロカリスの昨年種をまいたものですね。小さな苗になっています。はい、こちら K62 ですね。先日記録した K62 です。はい、こちら縞模様ですね。紫の縞模様になっています。薄い水色という A の002ですね。商品番号で言えば A の002のものですね。これ時間が経つと色が白っぽくなります。咲き始めは水色なのですが、時間が経つと白っぽくなります、ね。はい、ヒゲは白にオレンジです。はい、こちらカナリアイエローの花ですね。鮮やかな、ちょうど夕方なので濃い感じが出ていますね。はい、明るい感じです。こちらよく増えますね。はい、さっき結界と言ったのはキジですね。キジが鳴いています。はい、こちら花火しそうの方は昼は花が咲いているのですが、夕方になると花が閉じます。最近この花をよく見かけますね。はい、こちらの畑の隅に天の羽衣ですね。はい、某ジャーマンアイリス園で購入した花です。赤系の花になります。はい、この辺にそういえば天の羽衣が植えてあって、多分分からなくなった株を畑の隅の方にいつも植えますね。株が分からなくなった場合は畑の隅に植えて花が咲いてから確認して元の場所に戻すというようなことをやっていますが、こちらは赤系の天の羽衣ですね。はい、ヤグルマソウを取っておきましょう。園内にバラを植えてあります。はい、こちらも未生の品種ですが新たに咲きました。はい、淡いオレンジですね。フリルがあります。こちら、まだこれから咲こうとしているのがあります。株がよく増えてくれました。はい、こちら先日からある K の060ですね。上がくすんだ肌色、下が白に紫のプリカータですね。はい、でその隣に未生の品種で、こんな感じですね。ちょっと K の062よりちょっと色が薄い感じですね。ちょっと同じような系統の種からできたのでちょっと似てるんですね。この花弁の紫、縁の紫が似たような感じです。こんな感じですね。それでは今日はこれで失礼します。